チノミコ羊のローストは、チノミコ羊のアサードの一種。スペイン料理においては、カスティーリアイレオン州及びアストリアス州で非常に人気がある。カスティーリアイレオン州及びアストリアス州の料理で最も重要な料理の一つである。伝統的に焚き木オーブンを使って土鍋で調理され、ディナーの席で熱い状態で表面がパリッとしたものが供される。一部の地域では、 牧歌的な文化と持続可能な観光が融合し、国内外の主要な美食の対象となっている。その中でも、バリアドリット、カンパスペロ、コヘセス、デルモンテ、ロアデルエロ、ビリアイスクーザデロア、パレンシア、カリオンデ、ロスコンデス、サルダーニャ、ブルゴス、アランダデルエロ、アメユーゴ、セプルベダ、ビリアルカサールデ、シルガ、デルマ、ペニャフェール及びサクラメニアの店が有名である。 焼きたてのちのみこ羊のロースト焚き火オーブンで、調理中のちのみこ羊のローストちのみこ羊の、ローストのリブこれから焼かれるこ羊の四つ身のそばの四つ、身のちのみこ羊のローストちのみこ羊の、串焼きこ羊のローストは、ちのみこ豚の丸焼きとともに、ヒスパニアの地へのローマ帝国の振興以来のカスティーリア、イレオン州およびアステリアス州の料理の一部である。この料理は現在、 この二つの自治州の最も代表的な料理となっている。伝統的な土鍋に少量の水を注ぎ、一定の温度に保った熱いオーブンで2時間に焼き、裏返して約30分そのままにしてから肉が柔らかくなった、どうかを確認して、塩で味を整える。別のバリエーションでは、オーブンに入れる前にバターを塗り広げる。材料はほとんど必要ないが、コツをつかむのは困難である。 ありがとうございます。